この数ヶ月、秋の銀河祭り開催で彗星をサボりまくってましたが、そろそろ秋も終わるので彗星撮影に復帰です。銀河と彗星、その撮影で一番の違いは導入です。銀河は位置が変わらないので、設計石位を指定して GO2++ しちゃえばきちんと真ん中に導入できますが、彗星は違います。彗星は時々刻々とその位置を変え、撮影する10分くらいの間でも動いたのが分かることもあります。彗星の導入はステラナビゲータを使っています。シャインシャルダハ彗星を導入しようとしています。直接彗星を導入するのではなく、近くの星で位置補正します。これは彗星が撮影時に確認できないことが多いためです。明るい彗星以外は撮影時に確認できないことが多いのです。目印の星が中央には導入できていないので、中央に合わせています。目印の星を中央に合わせたら、ステラナビゲータを同期して位置補正します。位置補正を導入することで彗星をほぼ中央に導入できます。彗星に近い位置の星で補正すれば導入精度は向上します。いよいよ彗星の導入です。オブジェクトネームを変更しておきます。位置合わせは1秒露出ですが、10秒露出で確認しています。15等くらいだと全然わからないですね。15等の恒星は見えても彗星は見えないことが多いです。彗星は広がった像のことが多く、かなり暗く見えることが多いです。彗星は移動するのでメトカーフコンポジットしますが、10から30分くらいの露出でないと恒星が伸びすぎて彗星の姿がわかりにくくなったりします。ガイドが安定したら撮影開始です。撮影を開始しました。撮影が終わりました。撮影を開始しました。60秒露出でもわからないですね。撮影結果のファイルを確認しています。撮影が終わりました。プランが終了しました。撮影が終わったのでオートガイドを止めて次の対象を導入します。近くの明るめの星でピントの確認です。撮影中、たまにピントを確認しないと途中でずれることもあります。ピントはビニング位置で確認する方が無難です。暗くなりますがシャープな像になります。
今回は大丈夫そうです。同じように近くの星で位置補正して導入します。撮って終わりじゃなく、画像処理するまでが彗星の撮影です。ステライメージのメトカーフコンポジットを使うと簡単です。ダークやフラットは銀河などと同じように準備します。メトカーフを選択して、焦点距離やカメラを指定して彗星を選択します。あとは自動でスタックしてくれるので楽ちんです。スタック結果を詳細モードで開きました。どこに映っているのか分かりませんね。ステラナビゲーターを使って探します。彗星は移動するので撮影時刻を確認します。ステライメージの画像情報の撮影中央時刻が良いです。撮影中央時刻に合わせます。座標計を赤道座標にします。カメラの取り付け時に北もしくは南が上に来るように調整しますが、西側で北が上になるように取り付けると、東側では北が下になるので、その時は画像を180度回転させます。ステライメージの画像とステラナビゲータで星の並びを確認しますが、四角や三角を組み合わせると分かりやすくなったりします。今回はこの菱形が特徴的ですね。星図と合うように180度回転させます。彗星の近くの星の並びを確認します。ステラナビゲータは星表を選択できるので適切なものを選びます。中央の星の右上にいるみたいですね。見えないのでレベル調整します。かすかな像がありますね。これっぽいですが確認してみます。スカイサーベイに像がなければ彗星です。設計石を指定して画像を参照します。
中央の星の右上です。スカイサーベイには星が映っていないので、これが彗星ですね。画像処理した結果です。マーキングしたところに写っていますが、分かりにくいので右下に拡大画像もつけました。左下はスカイサーベイを貼っておきました。下には撮影データをつけています。データは彗星名、撮影中央時刻、時刻は世界標準時で24時間を1とする小数表現です。ステライメージの画像情報で確認できます。露出枚数と露出時間、望遠鏡の口径と焦点距離、焦点距離は F 値から計算できます。この場合 F8 の 0.75 倍で F6、 口径20センチの F6 なので 1200 ミリになります。カメラの種類と設定、カメラは ASI294MCP、 リニングが1、ゲインは390、冷却温度は0度、正方形に切り取ったことを示しています。彗星の明るさ、ステライメージ9で測定しました。撮影開始時刻の日本時間はアストロアーツのギャラリー用につけています。撮影結果保管用に利用させていただいています。最後にこの夜撮影した結果を映して動画を終わらせていただきます。音声合成はボイスボックス四国メタンが担当しました。